カツラギノ氏は、カツラギノを、死の名とする氏族。古墳時代、山とカツラギ地方に本拠を置いていた有力な古代、在地豪族、竹内宿クの公営とされる。6世紀の市政制度成立以前において、カツラギノが、本来的な氏名として存在したかについては、疑問があり、ここでは、従来のカツラギ氏の故障を用いて、便宜を図ることとする。カツラギノ氏の始祖である。 カツ卒彦は、古事記には、竹内・スクネの子の一人で、玉守神、敵神などの祖とされる。母は、カツの国像の荒旅小足二の娘、クズビメ。卒彦以降の詩人としては、足田のスクネ、玉田スクネ、縁大臣、アリ神の名が知られ、その系譜は、断片的に復元可能である。ただ玉田スクネについては、日本初期陰陽期が卒彦の孫とする一方、 有略期では、子としていて、互いに矛盾する。同様に、園大臣についても、苦行部人は、玉田少年の子とするが、旧自衛長には、足田の少年の子であることを示唆した記述があって、やはり互いに矛盾している。なお近年、桂木の死を、北部の足田の少年系と南部の玉田少年系のに、系統に新別して考える見解もある。旧自衛長によれば、卒彦は、 大和国桂木県ながらに居住したといい、この地と周辺が彼の本拠であったと思われる。卒彦の伝承は、日本初期の神宮皇后折衝期、王神天皇期、仁徳天皇期に記される。いずれも、将軍、詩人として、朝鮮半島に派遣された内容であるが、中でも特に留意されるのは、卒彦の白木政党を記す神宮皇后折衝62年上で、あろう。 本文はわずかだが、その文中には、くだらきを引用し、神五年に、白木政党に使わされた、幸彦なる人物が、美女に心を奪われ、誤って、殻を滅ぼすという逸話が紹介される。従来、この、幸彦と卒彦を同一人とし、初期記念を修正して、監視にうん繰り下げて、神五年を382年と解釈すると、 卒彦は四世紀末に実在した人物であり、朝鮮から不良を連れ帰った武将として伝承化されている可能性などが指摘されてきた。しかし、卒彦の逸話が史実とみなせるかには疑問の余地があり、これを考慮すると、初期の卒彦像は、総じて没個性的で、各々の記事間にも脈絡がほとんどない。桂ツの氏の特徴として、5世紀の大王家との、 継続的な婚姻関係が挙げられる。危機によれば、卒彦の娘の岩の姫のは、仁徳天皇の皇后となり、理中、半税、陰行の三天皇を産み、足田の少年の娘の黒姫は、理中天皇の日となり、四辺押岩巫子などを産んだ。押岩巫子の日で、建造天皇、人間天皇の母である美女は、ありの娘とされる。さらに、 遠大臣の娘の唐姫は、有略天皇の日として、青年天皇を設けているから、仁徳より人権に至る旧天皇のうち、安公天皇を除いた八天皇が、桂木ラギの氏の娘を皇妃か、母としていることになる。当時の王権基盤は未熟な段階にあり、大王の地位が、各地域の主張から構成される、連合政権の名手に過ぎなかったことを考慮すれば、直木孝次郎の特用に、 五世紀の大和政権はまさに、大王と葛城ラの死の両党政権であったと表現できる。初期によれば、陰行天皇5年7月に地震があったが、玉田スクネは先に、選定、藩税の貧窮大部に任じられていたにもかかわらず、職務を怠って、葛城で終焉を開いていたことが露見した。玉田は、竹内スクネの墓に逃げたものの、天皇に召し出されて武装したまま参上。 これに激怒した天皇は兵卒を発し、玉田を捕らえて中殺させたのである。ところが、安行天皇3年8月、天皇が暗殺され、縁大臣がその下手人である、迷わ王を自宅にかくまう事件が起きた。大発世王子の軍によって、宅を包囲された大臣は、王の引き渡しを拒否し、娘と、桂木野の宅七な区なとを献上して、食材を買うたが、ミコはこれを許さず、 宅に火を放って、遠大人、迷わオーラを小殺した。暗行暗殺の背景に、勝ツラギが直接関与していた可能性も指摘されているが、生前の暗行は、押岩美子に工事を託そうとしていたという記述から、すれば、むしろ暗行と、押岩美子、勝ツラギとの間には、大池承に関する妥協が成立していて、 このことに強く反発した大発瀬王子が暗号を含む敵対勢力の一層に踏み切ったと解釈することもできよう。桂木の死に系統論を支持する研究者の中には一連の政変で滅びたのは玉田スクネ系のみであって、足田のスクネ系は5世紀末までしばらく勢力を存続させていたと主張する議論も見られるが、ありがとうございます。